バーウプ前、特集号。今回は再選った希望。どうしてこうなったカード参戦を紹介するよ。いつもの対戦動画とは違うけど楽しんでってくれたら、嬉しいわ。そんじゃ1枚目見ていこうか。まずは、もちろん、このカード、ミスターエラッタ被害者ライドウ。もともとは武力6知力3制圧にあったけど、バージョン 3.0 のエラッタで、武力5知力4になったカードやね。正気をつけることで、知力6になれたものの、元スペックでは、652の官兵の上位互換だから、少し気の毒ではあるよね。エラッタが入ったことで、上位互換のスペックを持つカードが7枚存在するとんでもスペックになってしもたんや。調べたところ、全カード中ぶっちぎりの最多やで。ダメージ計略持ちだから、スペックを控えめにしてる感じなのかな?と、思うやろ?真の苦難はここからや。バージョン 3.51B で、同じ計略の著書が、エラッタで、伏兵追加バージョン 3.52A では、クレの士官が、1.5 コス槍で582飛型持ちに変更されたんや。582って、知力正気をつけたライドウより上のスペックだね。当然ながら、ライドウの異彩ポイントはコスト比最大の21。刻印持ち、高スペックカードの増えた今なら、元のスペックに戻してやってええと思うで。2枚目はロシクや。バージョン 3.6 のエラッタで、兵種が、槍兵から弓兵に変更されたで。制圧3を活かしにくい遠距離兵種になったのは複雑だね。一緒に使えと言わんばかりに、同時期に追加された裏道お兄さんと同じ兵種になったことで、構築の幅が狭まったのも痛手やな。戦国大戦でも、同じような計略があったけど、造勢力に、範囲内の味方と敵の丸々を、下げる系の計略が複数あったから、それだとコンボすることができたんよね。しかも、戦国では、計略効果のかかってない部隊も、武力プラスに終えれたんやけど、ロシクでは、その効果はなくなっとる。敵計略を超過した場合、妨害を受けてない部隊が、恩恵受けられへんくなったで。今後、ロシクの計略の勢力制限が撤廃されれば、群雄の超指定とコンボが可能ってことだね。こっちも、今の異彩はコスト比最高値やけど、クレ軍に、味方と敵の武力を下げる計略が追加されれば、評価一変しそうやね。以上2枚目は EX ロス進むでした。最後の3枚目も、現在異彩最大値のカードから、領長を紹介するよ。狙った前は、城に戻れないデメリットを、正気の歩兵で補ったり、芝竜の火星の転身で、無理やり城に戻すことで、効果時間延続を生かす。癖が、強い代わりに、費用対効果の A 計略やったんや。それが、エラッタで城に戻れるようになった代わりに効果時間は、半分以下の40カウントに下げられてしまったんや。出来上がったのは、苦くないコーヒー、辛くないキムチ、黒のないスプラッター映画の、みたいな特徴を奪われた虚無や。どっちが強いかは、ともかく使って楽しいのはエラッタ前やったわ。計略名の、苦闘も、エラッタ前の効果の方が、イメージが合うから戻してほしいとこではあるよね。と、いうわけで3枚目は幼鳥でした。以上、エラッタ被害者参戦を紹介させてもろたで。好評だったら次回がある、かも。それでは、見ていただいてありがとうございました。